13分。日本時間で13時14分。ええやんか。今こんな感じです。マッターホルン。見えるかな？マッターホルン。朝まず、今日の工程とやるべきことをチェックします。これ実はインスタとかでもまだ上げてないんだけど、サンダーバードのロゴも増えましたよ。猪熊さんは今日なんかもう楽勝やろな。こんなええ条件で。もう、今も、あれちゃん、小山で行っとんじゃん。ちょろちょろ小山で。そんなことないかも。ジミーさん行っとんじゃんか。山頂付近までいいかもしれない。ちょっとしか聞いてない。長岡さんがおるから長岡ガイドが。ゴミ箱かな。目覚ましなりだした。No, here, but it's the switch. Okay. Here. Okay. Thank you. Oh, I don't know. What's that? It's the. Let's go. It's the.絶対右側やから。じゃああっちで行ってみたかな。あの左ブライトホルンの左側のギザギザがあのハーフトラバースっていう、あれはあれで、あのアイゼントレーニングする場所に着いたぞ。露天望遠鏡着いた。まあほとんどの人はここを目当ては逆さマッターホルンやな。このスウォッチを当てるとゲートが開く。駅降りるとすぐにデュッフェルホルンとマッターホルンが並んで見える。あの台形のこんもりしたやつがデュッフェルホルン。これでマッターホルン、そうやで、ブライトホルンで、モンテローザ。モンテローザはソースボであって、山の名前ではない。八ヶ岳みたいなもん。懐かしいなぁ。スイス最高峰のプンタディフールに行くのが、この駅から行くねん。この駅から氷河に降りて、氷河沿いに、
で、その下に今見えてないけど、モンテローザヒュッってあって、うん、そこからアタックするね、氷がずっと遡っていって、ほんで上にギザギザギザって見えるやん。うんうん、あれが、雪がないとこ、うん、うん。あれがモンテローザない、あの、プンタディフュールっていうスイス最高峰なんやけど、うん、あの顔料がめちゃくちゃ面白かったやん。雪量と顔料が。長かったけどめっちゃ面白かった、あれ。あの稜線の向こうはイタリアやで。そう、だから向こうに落ちたら保険が効かへんから、こっちに落ちなあかんって、二人で言いながら登っとった。マッターホルンが映る池で魚釣りしたやつがおる。絶対魚なんかおらへんのに。いや、おるけど、釣れるような魚ちゃうのに。これ、猪熊さんら、はよ降りてきそうやな。もう雪ないもん。氷が見えた。モンテローザヒュッテも見えと。あそこまで4時間。なんか紫の花が咲いと。まあ俺花どうでもいいんやけどな。キャンプでするの。足を開いて。外人も寄ってくるの。斜め目。本線に寄るやろな。今日からみゆきちゃん新しいハーネスやねん、これ高いハーネスに手出しもたから。もう牛に置いた野生の野生無理やん、野生とか聞いてる時点で野生じゃないか。そうやん、養殖やん。養殖そんな言い方マジあれ食べられる牛なん。そうじゃん。すごいな、こういうとこで登山するのを選ぶってなかなかやろ。スラブやから気つけよ、スラブ室やから。フリクションあるけど粘土室やし滑るから、ところどころ。さすがにそっちはもう無理やった、滑りすぎて。もうあの順番に行くから、ずっと向こうに。一応ピンがあるけどピンあるけどロープ出してないしな。さ、ピンあるやろ。もうこんなとこでロープ出すぐらいで帰れ。何も言ってへんや、急に小刻みに降りるやね。そうそう、小刻み。こういうのも全部練習やからな。これ滑ったら下まで落ちるな。いや、滑る岩やからな。どう行こう。難しいで。大きい一歩、下ランド大きく動いたら。これな、ここ持つやんぞ、これ。この辺も。この辺も持てるから。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。みゆきちゃん陽光園のちゃうか、これ。みゆきちゃん陽光園のちゃうか。ロープ出そう。
何をしようもん、もうそれでもいいけど、もう時間の無駄やんか、もうみゆきちゃん頼むわ。普通ね、8ノットしたいだけやんか。なんでわざわざカラビナやのにそんなこと一時ここで8ノットするんよ。ビレー行ったな。来た。急がんでいいから足元気をつけるんやで。はい。滑るからな。はい。どこに足を置いたらフリクションが効くかよう考えて、手も小さい割れ目も有効に使うんやで。滑るからな。滑る？滑るから。あとロープ張ってほしいときもちゃんと言うてよ。なるほど、あのピンの使い方わかった。あのピンの使い方、やっぱコンテで動かなあかんねん。コンテで、コンテで行って、あのピンにこうやってかけたら俺とミキちゃん両方滑っても落ちることないやん。あー、なるほどね。え、ピンクになった。話ねじると、あそこも危ないとこあるんかな。そこに影に入ってから出てくるまでが時間かかっと。オッケー。待てよ。え？上がりすぎちゃうか。下に普通に歩けるぞ。俺が岩にかけたんは落ちんようにやから。普通は落ちた時に岩から抜けへんように上にかけるやんか。だからそれを意識しといてくれたら分かりやすいんや。滑る。みんな早いな。物登ってもておらへんで。ここはでもほとんどコンテや。視点も何も取ってない。プレートの名前だけ見ていくわ。場所がわからんから、まあ、一番向こうなんやけどな。Egg 5B や。
はい。待っといて待っといて、なんか違うな、みゆきちゃん。え、踏み跡に騙されたわ。もうすごい割れ目やった。みーちゃん、ここでセルフ撮っといて。行ってくるね。テカテカっていうのが怖いよな。うん。精神衛生上良くないわ。意外と見た目ほど滑らへんのかもしれへんけど。怖っ。そりゃ怖いわ。それ怖いやろ。怖いわ。自分がどう行ったら行きやすいかをよく考えていかなあかんぞ、みゆきちゃん。もうさっきからずっとそんなんやん。ほんまに。行かれへんぞ、明日。はい。なんでこんな小さい、なんか、割れ目に足乗せた。何回も言うけど、俺ガイドちゃうからな。うん。音で、音、うん、ずばしょうがない。こういうとこ絶対落ちゃかんで、ね、最後上やで。もうみゆきちゃんのルーファイが頼りなさすぎてあかんわ。もうこの踏み跡がどうこうやったらまだしても、もうルーズがここって分かっとうところぐらいパッパッパッといけんと。場所見つけるのは時間かかるというか。いやだからそれがあかんよ。いやもう一年半もやっとんやんから。こんな取り付きのも分かった、当たり、分かりきっとルートやのに。右側に
発見みたいなんで。みーちゃんやばい、カラビナ足りひん、足りひん、しかもスラブで上がれへんねん、こっから。無理。え？ピンが打ってやる、連打してやる。降りるも困っと。かけるとこもないんや。リレー会場、解除しました、ロックアップしてください。検査所降りる。はい。
絶対行けん。これ絶対行けん。俺も厳しいけど、俺は絶対行かねえわ。やばい。これはほんま一番難しいルートな。死ぬで。一番難しいルート。うん。あ、簡単なルート。これやで。死ぬわ。焦るや。もう、てっかてかのこんなんやで、こんなん。で、みゆきちゃん側のロープを引いていって。いや、これはあかんわ、ほんま。